日程第,3議第37号から議第39号までを議題といたします事務局長をして議件を朗読いたさせます事務局長、はい、以上朗読いたします議第37号令和3年度盛山市一般会計補正予算第2号 議第38号、和解及び損害賠償額の決定につき、議決を求めることについて、議第39号、令和3年度、森山市一般会計補正予算第3号、以上。市長より提案理由の説明を求めます。市長、はい 皆様おはようございます本日、令和3年森山市議会第2回臨時会議をお願いいたしましたところ、議員の皆様方にはご多忙中にもかかりませず、ご検証にてご参加を賜り、滞りなく開会の剥離に至りました。このことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。それでは、提案例を申し上げます前に、お了承いただきまして、初判の報告をさせていただきます。まずは新型コロナワクチン 接種の予約に関しまして、高齢者の方々に接種券、いわゆるクーポン券が届かない中で、予約が埋まってしまう状態となりまして、大変ご迷惑をおかけをいたしたところでございまますこここの場ををお借りしししてここからお詫びを申し上げます。 また、議員の皆様にも、市民の皆様から数多くの問い合わせやご相談を受けていただくなど、数々のご,ご対応をいただいたと起業しているところでございます。改めてお詫びと御礼を申し上げるところでございます。ご案内のとおり、第1弾の接種につきましては、国からのワクチン供給量が1000人弱分でありましたことから、4月18日から5月1日までの間の6日間を、 実施日ととししててて限定的に予約受付ををさせいいいただいただころでござままます今回の反省を踏まえまして第2弾の接種につきましては今後の国からのワクチン供給路を見据える中で高齢者の皆様には7月上旬頃までに集団接種および個別接種によりまして少なくとも1回目の接種を受けていただけるよう準備を行いまして万全の体制を整える中本日第2弾の 接種の案内通知を送付をさせていいいたただところでございますまた、集団接種に加えまして、かかりつけ医で安心して医療施設や在宅で接種が行えるよう、市内の医療機関での個別接種につきましても、医師会のご協力をいただく中で、5月下旬から予約を開始をいたしまして、6月上旬から医療機関で、 接種が行ええるるように準備を整えていいところでございますさらに、電話によります予約が大変困難な状況と想定されますことから、パソコンやスマートフォンなど、インターネットが行える環境が整っていない方につきましても、職員による接種の 予約手続きの支援を行うこととしております。え、来る5月1日、2日に特別窓口を設けまして対応させていただきますので、え市民の皆様にえぜひご利用いただけるようえ周知を図ってまいりたいと考えております。えなお4月18日と21日に実施をいたしましたワクチン接種につきましてはえ特に大きな混乱もなく。 医師会の協力のもと、無事に予約いただいた方全員に接種を受けていただい,たいただくことができたところでございます。え、そうした中、新型コロナウイルスの感染状況でございますが、現在、全国的に再拡大をしておりまして、え特に懸念されておりますのが、感染力が強いとされています。変異株の影響でありまして、え特に大阪をはじめとする県阪神で感染者が急増し、 病床の逼迫によりまして、医療体制が深刻な状況となっており、本日、東京都、大阪府、兵庫県および京都府におきまして、緊急事態宣言が発令されることとなったところでございます。滋賀県におきましても、4月15日にステージ3の警戒ステージに引き上げられたところでございます。本市におきましても、感染者が増えている状況でございますので、しっかりと第4波の状況を見据えまして、 議会のご意見を賜る中市民の皆様へ適時に必要な情報の提供と適切な対応を行ってまいりたいと考えております次に4月10日に取り行いました森山エコパーク交流拠点施設の開所式では議員の皆様にご参加を賜り改めて厚く御礼を申し上げます オープニングイベントといたしまして、アテネオリンピック金メダリストの柴田愛さんによります講演会と水泳教室を行いまして、また4月17日のグランドオープンでは、小学生以下を対象に NPO 法人プロジェクト保津川の原田貞夫さんの講演や、京都芸術大学の水野哲夫さんによります体験教室として、ゴミからアートを生み出そうを開催いたしまして、親子連れなど、 多くの市民の皆様で賑わったところでございます4月20日現在で2054人の方にご利用いただきましてうち307名の方に教室や定期券の申し込みをいただいたところでございます今後森山エコパーク一帯が市民にとって環境・健康・交流を育む活動拠点となりますよう引き続き鋭意取り組んでまいる所存でございます また、この度、本市の市議会の取り組みといたしまして、子どもたちに議会に親しんでもらうため、多くの議員の皆様、自らがご出演をされ、議会の仕組みを紹介する子ども向けの動画を作成をいただいたところでございます。議場や委員会室を案内するほか、議案の提案から採決までの流れを分かりやすい言葉や、イラストで説明をいただいておりまして、子どもだけでなく、 広く市民の皆様にも、議会や市役所の役割がご理解いただける、他者にはない素晴らしい動画であると存じているところでございます。一人でも多くの市民の皆様にご視聴いただけるよう、主といたしましても、広く周知を図ってまいりたいと考えております。ささてて本日の市議議会会臨時会議に提出をさせていたただきました案件は 予算案件2件と、その他案件1件の計3件でございます。それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由をご説明申し上げます。まず、予算案件でございます。議第37号は、令和3年度、森山市一般会計補正予算第2号でございまして、歳入歳出にそれぞれ5850万円を追加いたしまして、総額を290億4250万円とするものでございます。 今回の補正は、国の令和2年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用が3月23日に閣議決定されたことを受けまして、補正をお願いするものでございまして、ひとり親世帯を支援するため、令和3年4月分の児童扶養手当支給対象者等に対しまして、児童1人当たりにつき5万円をまた新型コロナウイルス感染症の影響により、 家計が急変し、児童扶養手当の対象水準まで収入が減少した方に対しましても、児童1人につき5万円の支給を行うも、給付を行うものでありまして、給付金支給のために必要な経費の増額をお願いするものでございます。続きまして、その他の案件が1件ございます。 あ元えー、続きまして、その体験件につきまして、ご説明申し上げます。議員第38号は、令和2年2月に環境センター敷地内で発生をいたしました、職員が運転するフォークリフトによります物損事故に関しまして、損害賠償を行い和解することにつきまして、地方自治法第96条第1項、第12号および第13号の規定に基づきまして、議決をお願いするものでございます。次に議題39号は 令和3年度、森山市一般会計補正予算第3号でございまして、参与したにそれぞれ2億円をさらに追加いたしまして、総額を292億4250万円とするものでございます。本件につきましては、本日、急遽議会運営委員会において、追加提案をお願いをさせていただいたところでございます。先ほども申し上げましたとおり、3度目の緊急事態宣言が発令される予定でありまして、 新型コロナウイルス変異株と言われている第4波が全国的に再拡大する中、本市におきましても、今後、感染拡大に伴いまして、急遽医療・検査体制の充実が必要となることや、生活面や経済活動、また子どもたちの教育に著しい影響が生じる可能性がありますことから、これらの状況を踏まえまして、不足の事態への迅速かつ柔軟な備えといたしまして、 本臨時会議に予備費のの増額をお願いいすするものでございますなお、予備費の執行につきましては、執行前に議会と協議をさせていただきまして、適切に対応させていただきますので、ご理解賜りますように、よろしくお願い申し上げます。以上、本日提案をさせていただきました案件につきましての提案理由とさせていただきます。なお、お許しをいただきまして、同じく送付いたしております、報告案件6件につきまして、その要旨を申し上げさせていただきたいと存じます。 報告第1号から第、報告第3号までは、地方公営企業法第26条第3項の規定によりまして、令和,3年度から令和2年度から令和3年度に繰り越しをいたしました、水道事業会計、下水道事業会計、および病院事業会計の繰り越し計算書についてご報告を申し上げるものでございます。次に、報告第4号から報告第6号までは、 委任、専決処分を行ったもので、地方自治法の規定に基づきまして、報告させていただくものでございます。報告第4号および報告第5号は、法律や政令の等の改正によりまして、所要の改正を行うものでありまして、施行期日が本年4月1日でありますことから、3月31日付で専決処分を行ったものでございます。報告第4号は 地方税法等の一部改正に伴いまして、軽自動車税関係で、環境性能割の適用区分の見直しと、臨時的軽減の適用期間の延長、また種別割のグリーン化特例の適用対象の見直しと、適用期間の2年間の延長、また、固定資産税関係で土地にかかります負担調整措置の継続及び令和3年度に限り、 固定資産税が増額となる土地について、令和2年度と同額とする特別な措置を講じることなどにつきまして、森山市税条例等の改正を行ったものでございます。次に、報告第5号は、地方税法等の一部改正に伴いまして、固定資産税と同様に土地の都市計画税につきまして、 負担調整措置の継続及び令和3年度に限り、令和2年度と同額とする特別な措置を講ずることなど、盛山市都市計画税条例の所要の改正を行ったものでございます。最後に、報告第6号につきましては、盛山市小島町千崎で発生をいたしました職員が運転する公用車の物損事故につきまして、和解及び市が払うべき損害賠償金の額を委任選決処分によりまして決定したことにつきまして、 地方自治法のの規定に基づきまましてて報告させいいただくものでございます以上が報告案件でございます。以上、本日提出をさせていただきました案件につきましての提案理由とさせていただきます。ないと十分なご審議をいただきまして、しかるべきご賛同を賜りますようにお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。ありがとうございました 暫時休憩いたします。 休計前に引き続き会議を開きます日程第4これよりただいま議題となっております議第37号から議第39号までについて議案質疑を行います16番小牧和美さんより発言通告書が提出されておりますのでこれを許します なお、議案質疑の発言時間は。三十分以内であります。十六番。小牧和美さん。おはようございます。えー、私は。 先ほど提案をされました、議第39号、令和3年度盛山市一般会計補正,補正予算第3号に対しまして、質疑をさせていただきます。大変急な提案でございまして、今朝本会議の前に提案をされた、議運で提案をされた今回のこの補正予算です。確かに、緊急事態宣言が近隣府県で発令されるということでして、 本市でもここ数日、感染の拡大が報告をされていて、大変心配をされる、そのことを受けての今回の補正対応ということですけれども、2億円という巨額の予算を予備費で予算化するということは、あまりあってはならない、異例な対応だなというふうに言わざるを得ません。 コロナ感染症に対応する予算が国からおりまして、それをそれぞれの自治体がどのように効果的に使っていくのか、このことをしっかり議論をする中で、本当に経済的な側面や、また感染防止っていう点で、効果的な執行のしかあを考えなくちゃいけないなというふうに思っておりますが、だからこそ、広く議論をする中で、 思いつき的な発想とか、拙速にことをしてしまって、それが効果が、費用対効果が薄かったというようなお金の使い方に決してならないように、だからこそ議論が必要だというふうに思っております。2億円ののの仕方コロナ感染症対策ということではありますけれどもあの国の お金の使い方でも、ですね、GoTo キャンペーンって、野党は反対をしながらも強硬的にやってで、それが経済対策と言いながらやったけれどもあの、それが結局はあの感染を広げたということにもつながったりとか、予算の執行の仕方によって、誤った方向になってしまうこともありうるという中でのこの予算措置ですので、ぜひですね、あのいろんな意見をしっかりと聞く中で、この、えー 国からの補正対応については、森山氏としても、熟慮をしていただきたいということを思うわけです。それでお聞きをいたします。えー、っとですね、あのこれ、臨時議会がありまして、臨時議会への追加議案、あ提案されている議案に対する、えー、議会運営委員会がありました。まあ、少ななくともその議運に間に間合うようよ 提案が今回、なされずに、えー、今朝の議運の提案というふうになったことについて、えー、その経緯をもっと詳しく説明をいただきたいというふうに思っております。で、2点目はですね、えーまあ、提案理由の中に議会としっかりと協議をするということが述べられておりますけれども、あのまあ、事後承諾的に、 議会に報告をされるということではなくて、2億円をどういうふうに使うのかということについては、どういう形で議会に対して協議をしていただけるということなのか、私どもの意見もしっかりと尊重もしていただきたい、た議員同士の協議もしていただきたいというふうに思っておりますので、十分な議論をどのようにして、保障していただけるのか。 その点についてお聞きしたいと思います。以上です。市長。 それではただいまの小牧議員のご質問にも、えー、回答を申し上げたいと思います。まずあのまあ先ほど提案理由でも申し上げたところでございますが、えー、本日緊急事態宣言が四都府県に発令される予定でございます。まあ本県また本市におきましても大変あの感染拡大が見られるところであります。まあまさしく第四波が来ているというふうな状況だというふうに思います。そしてあの今日の新聞のトーリムスが昨日県の新型コロナウイルスの 対策協議会におきまして、県の医師会長さんが医療崩壊寸前と認識すべきということもおっしゃっておられます。ま,あ、まさしく、あのいつ滋賀県が緊急事態宣言の対象地域になってもおかしくないような、今、増加傾向にあるというふうに思っております大変あの緊張感を持って取り組んでいかなければならないというふうに考えているところでございます。その中であの昨年年度度令和2にににおおききままましししてては4月に開催いた,だきました臨時会会議議 の皆様からもご提案をいただきまして、あの当初、えー、予算では予備費2000万円のところ、1.8億補正をしていただきまして、えー、2億円の予備費を確保する中、取り組ませていただいたところでございます。まあ、これを活用して、例えばでありますが、えー、学校や園におきまして、保健所の対象にならない、まあ、いわゆる検査ですね。 まあこういったものに使わせていただいたことがございます。また、子ども未来商品券につきましても、えっと、本体分はあの、えー 6月の定例月会議で挙げさせていただきましたが、準備行為につきましては、予備費で取り組ませていただいたところでございます。まあ、そういった意味で、あの検査でありますとか、さまざまな対策を打つにあたっての準備行為、こういったものに、えー、臨機応変に動いていくことが不可欠だというふうに考えているところでございます。まあ、そういった中で、あのーまあ、急遽でありますが、えー、本日、議会運営会をお願いをして、えー、補正をお願いさせていただいたところでございます。 そして2点目、ご質問もありましたが、予備費の執行につきましては、先ほど提案理由で申し上げましたが、執行前に議会としっかり協議をさせていきまして。 適切に対応させていただきたいと考えております。あの何より、あの昨年度も予備費につきましては、あの特に総務省の方からえ、各議員様と様々な協議させていただくところでございます。まあ、しっかりとコメント同様に取り組ませていただきたいと考えています。また、あのゴールデンウィーク中にも、えー、何か発生するまあ、そういった懸念もございますので、え是非あの今回のまあ、急遽ではございますが、ぜひあのご理解を賜りたいと考えているところでございます。あのいずれにしましても、議会様に無産とともにえこの？ 対策万全を期して取り組んでいきたいこの考えに変わりはございませんで引き続きご指導ご弁当またしっかり協議させていただくことはしっかりお約束をさせていただきたいと思います以上答弁とさせていただきます十六番小牧一美さんよろしいですか十六番小牧一美さん、えー、再度質問させていただきます えっとまあのゴールデンウィークに何か緊急なことが起こるかもしれないとか確かにそういう事態になりうる可能性もあるわけですがあの、まあ、このコロナはですね1年以上かかっってて収束でできないい状態を作っているわけです昨年の予備費は本当に緊急的に何かしなくちゃっていうことで議会も予備費という形で。 えー、委ねた市長にそのにを一億八千万委ねたそれは危ないなしと私も思います。ただその予備費の活、えー、形状の仕方っていうのがまああの官僚化みたいなそういうのはあまりよろしくないというふうに思っておりましてで私はね今回のこの国補正についてはあの緊急要することに対応するのは もちろんそれはどこの市町もそれを緊急的に対応するんだろうしだけどその活用の仕方によって例えば自治体ごとの検査体制をもっと広くするとか総合的に感染を抑制するっていうところに重点的に使うのかはたまた経済対策として滋賀旅みたいに県は 滋賀県を旅しようっていう,ようなところに使うのかとか、議論はさまざま分かれるわけでして。だからこそ、その予備費ということで、執行部側にすべて委ねるのではなくて。議会のこういう使い方が必要ではないかという意見をもっとしっかりと聞くべきだと。いうふうに思っております。なので、ええ、再度ですが、まあ、その辺の議会議側からの。私ども、あの、日本共産党としても言って、あの。 この間、要望等も出させていただいておりますけれども、議会側からの、えー、効果的な執行予算の執行の在り方について、えーまあ事前、事前にというか、協議ということですけれども、あの自業承諾的な協議ではなく、えー、あらかじめの協議の仕方をきちんと考えていただいて、えーまあ、今回、 予備費の活用の仕方についての議論のあり方をきちんとどういうふうにしてもらえるのかをちょっと具体的に再度聞きたいというふうに思います。以上です。市長。はい。市長。それではただいまの再質問にお答えをさせていただきます。まずあの。 あのまあ、冒頭おっしゃられました、まあ、慣例的になってはいけない、まあ、それはまさ,まさしく私どももそう思っておりまして、えーまあ、令和3年度当初予算に予備費もそれほど多く積んでおりませんし、当初、この、えー、臨時会議にあたりましても予備費を積むということはしておりませんでした。えただ先ほど申し上げてますように今第4波これはの 変異種でありまして、あの昨年の現段階よりも本当にこう厳しい状況だというふうに、これはあのもう皆さんも認識されているというふうに思います。そういった中で、あのいつ何が起きるかわからない、えー、また、その、まあ、例えば検査でいきますと、社会的機能を確保するためには、本当にこの学校、園、あとさまざまな施設、あの定期的な検査をしなければならない事態もありうるというふうにも思います。まあ、そううういいったあの本当に臨機応応変な対応が不可欠だというふうに っってておおりまますすかとととらぜひ今回ここの予備費をお認めいいいいたただきたいと思っているところでございます、えー、そしてあの、執行方法につきまして、まあ、繰り返しになりますけれども、あの昨年度も予備費の執行に当たりましては、総務省からいろいろ説明させて、また、あのえーまあ、実際あ Go GoTo とかいろいろおっしゃいましたけどそういったことはあの決して考えておりませんし、何か給付するんであれば、給付する額は非常に大きいので、予備費では賄えませんので、あくまで、まあ、準備的な。 経費あと本当にこう、臨時的に必要な経費というのが基本になるのではないかというふうに考えています。まあ、いずれにしましても、あの執行の前にですね議会の皆様と協議をさせていただきまして、適切に対応させていただきたいと考えておりますし、ぜひあの議員の皆様からも、こういったところがちょっと手薄じゃないか、まあ、そういったご指摘いただければ、あのしっかりあの整理をしてしまして、また議会にお諮りをする中、取り組ませていただきたいと考えているところでございます以上答弁とさせていただきます。 これをもって通告による発言は終わりました。これより議案質疑に対する関連質疑を許します。なお関連質疑の発言時間は15分以内であります。関連質疑はありませんか。内容でありますので、これをもって議案質疑を終結,結いたします。